渡辺です。ひとみです。はい、ということで今日はひとみさんのアレンジ第3弾ということで、今日ちょっとお送りさせてもらうんですけれども、今日どうしようか。今日はゴム2本でできる簡単なアレンジを紹介したいと思います、うん、なるほど。そのゴム2本ということは、じゃあもう巻いたりも間をも一切通さずにってこと。通さずにです。あとじゃあスタイリングのとかは何か使う。スタイリング剤はオイルをつけた方がまとまりが良くなるので、うん、なるほどなるほど。じゃあ、はい、オイルとこのゴム2本で作る、日本で作るね、アレンジで、長さ的にはもう今のねボブアレンジ、まあ肩ぐらいだったりとか、ちょっと長くても大丈夫、あ、短くても大丈夫、短くても長くても全然大丈夫、うん、後ろで結べたら大丈夫だ、はい、っていう感じのねアレンジをやっていきたいと思いますので、ボブでねアレンジのお困りの方、もう一回いきます。ボブでアレンジがお困りの方、よかったら参考にしてみてください。今日使うものは3コインズのゴム2本とシルクオイルです。まずシルクオイルを2プッシュ出します。全体にオイルをなじませていきます。オイルは髪の毛の毛先から内側までしっかりとつけていきます。特にアホ毛もしっかりと手で押さえながらつけてあげると仕上がりが綺麗になります。最後に余ったオイルをこの顔周りにもしっかりとつけます。前髪も忘れずにつけましょう。オイルをつける時のポイントは、顔周りをしっかりとつけることです。顔周りにしっかりオイルがついてないとパサつくので、疲れた印象になったりだとか、髪の毛のダメージが気になって髪が綺麗に見えないので、ここはもう思い切って自分が持ってる以上にしっかりとつけてあげてください。ここからがひとみポイントです。まずは全体の髪の毛を耳より下の位置で後ろでまとめます。最初に髪の毛をゴムで結びます。次にほぐしていきます。ほぐす時のポイントは、片手でゴムを押さえて1センチの幅を引き出します。次は指2本分間隔を空けて引き出していくと、バランスがよくほぐれていきます。結んだゴムをずらしていきます。一番上の部分をしっかりと持ってゴムをずらします。この間隔が空くようにします。2本目のゴムを結びます。今ずらしたゴムに少しかぶるようにして結びます。結んだらさっきと同様に下にゴムをずらします。最後に遅れ毛を出していきます。ポイントは、もみあげの幅を1センチ引き出します。顔周りはこめかみの部分を隠すように1センチ幅を下ろしていきます。眉毛とこめかみの間が広い方は2センチほど出しても大丈夫です。たくさん束になってるとあまり可愛くないので、出しすぎちゃった場合は耳にかけてなるべく少ない量を出してあげた方が可愛いです。反対側もやっていきます。反対側ももみあげを1センチ幅下ろします。顔周りもこめかみと眉毛の間を1センチ幅下ろします。下ろした後、ここがたるんでしまうので、しっかり耳にかけ直してあげるとバランスが良くなります。ほくれ毛が出せたら、正面から見て引き出したいところを少しつまんで前からのバランスも見ると可愛く仕上がります。これで完成です。はい、ということでひとみさんお疲れ様でした。で、ボブの今日もね、アレンジで
巻かないで、あとなおかつゴム2本でやるって感じだなってね、はい、だからポイント的にはやっぱでもオイルの付け方も結構重要やな。そうですね、重要です。だから多分まあ皆さんこうね、毛先からとか、まあ、表面とか結構つけたりとかね、まあ、あとアホ毛の部分とかもやっぱこう根元の部分につけるとベタベタして見えるっていうね、だから結構つけづらいという方も結構多いかなと思うんですけど、そこも結構しっかりとつける。であとは顔周り、前髪もそうだと思うんですけど、ここね、ひとめさんも言ってくれたんですけど、思い切ってつけるのがやっぱポイントです。じゃないとやっぱりね、なんだろう、個人的になんですけどだいぶ疲れて見えるし、年齢が上に上がれば上がるほどなんか髪の毛ってやっぱ乾燥してやっぱ見えやすいので、思ってる以上に皆さんつけてくださいっていうのがポイントかなと思う。あとなんか、あとは、うん、ゴムを選ぶ時のポイントなんですけど、うん、あんまり細いゴムよりかは、うん、太めのゴムで結んであげた方がずらしやすいのと、なるほど、あとは、うん、こうバランスが綺麗に編みができるので可愛く仕上がると思います。確かになんか細いやつやったらなんかぐちゃぐちゃして見えるし、そうなんですよね。あとね、僕違う動画でも出したんですけど、結構ゴムをやっぱ結ぶと細いゴムだとね、切れ毛の原因にも結構なりやすいんですよね。あ、なるほど。だからなんかこの前の動画ではクリップだったりとかでやると、うんうん、まあ、切れ毛が気になる方ですよ、うん、はクリップとかで留めてあげると切れ毛がそんなに出ないですよみたいな感じで言ったんですよね、っていうのも多分あるかなと思うので、まあ、太めのね、今日のひとめさんのその3コインズのゴムとかだったら、はい、あんまりこう切れ毛もないし、綺麗にね、なんか引っかかりもなく結べるゴムかな思いますので、ゴムをお探しの方ね、よかったらね、スリーコインズで皆さん行って買ってみてください。おすすめです。はい、4色で300円なんで、今日のピンクですね。はい、ピンクです。4色あるってことやな。4色です。4色で300円。はい、4色で2本ずつついてて300円なので、その日のお洋服とか色に合わせてゴムの色を選んであげても可愛いと思います。かなり得やね、それ。はい、お得です。なので、よかったら皆さん、買ってみてください。はい、じゃあこの動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。